株式会社、河出処防新社は、日本の出版社である。本社は、東京都渋谷区駄田谷にある。三代目社長の河出智久は、歌人でもあり、歌集、白陽州一から三がある。佐々木幸綱、高野君彦、小野茂樹など学生歌人を、社員登用していたこともある。1886年に、河出静一郎によって、岐阜の、 整備道書店の東京支店として日本橋に設立されたのが始まりである。当時は教科書や学習参考書を中心に出版していたが農学関係書の刊行が次第に増えていった。1933年に二代目の川で高尾が川で書房に改称し文芸書や思想書を中心に刊行するようになった。1944年には 改造者より文芸雑誌、文芸を買い取った。1945年の東京大空襲で被災し、千代田区神田小川町に移転する。1950年に刊行した、竜慎太郎、ものの味方についてが、ベストセラーとなる。1954年に創業70周年、記念企画として、総合雑誌、現代生活の創刊を広告するも、 立ち上げの資金を編集スタッフに持ち逃げされた。現代生活は、知性という名で創刊するが、これが原因となって1957年に、経営破綻、新たに、川で処方新社を創設し再建された。同年3月には、女性週刊誌の先駆けである、週刊女性を創刊していたが、倒産に伴い、4号で休刊。同年8月に、同志の編集。 発行権を主婦と生活者へ譲渡した。1965年、川で高尾が死去し、川で友久が三代目社長となる。1967年に、会社構成法を申請し再度倒産、再建され中島高之が社長となる。1968年12月、吉本高明の共同幻想論を刊行する。1977年に、 品川区東大井から新宿区住吉町に移転し、清水勝が社長となる。2年後に仙駄ヶ谷に移転し、現在に至る。旧社は冬季のみ残し休眠状態だったが、2000年から東大井で営業再開した。2007年、新社と業務提携、販売契約を締結した。1962年より文芸賞を創設した。 同賞を受賞した、高橋和美は主たる作家となる。主なベストセラーとして1981年、田中康夫、なんとなく、クリスタル、堀田明美、1980愛子16歳、83年、藤十郎、佐川くんからの手紙、87年、田原町、サラダ記念日。文芸賞は、山田栄美、長野真由美、星野智之、河島田薪、 中村渡る、渡谷理沙、羽田圭介、白岩玄、山崎直子ら、青山七恵、磯崎健一郎といった優れた作家を輩出。新人作家の登竜門となる。1997年、田原町、チョコレート革命がベストセラーとなる。90年代末には文芸を中心とした若手作家ブームが訪れ、J 文学が流行。中原 藤沢あまなどがデビュー。2002年、社長が、清水勝るから若森茂雄に交代する。主なベストセラーに、大人の塗り絵シリーズ。白岩源、信太たを、プロデュース、山崎直子ら、人のセックスを笑うな、青山七恵、ひとり日和、畑竹彦、推理小説。2004年、綿谷り沙、蹴りたい背中が、史上最年少で、芥川賞を受賞し、 127万部のベストセラーとなる。2007年、創業120周年記念で、池澤夏希イコール個人編集、世界文学全集観光開始。近年の文学全集としては、異例のベストセラーに。2014年には、創業130周年記念で、池澤夏希イコール個人編集、日本文学全集も、観光開始された。 2011年、社長が、若森茂雄から小野寺優に交代する。主なベストセラーに、鈴木加穂、やってはいけない風水、中村文則、すり、赤坂心理、東京プリズン、伊藤計画、炎上等、死者の帝国、伊藤成功創造ラジオ、木更泉、昨夜のカレー、明日のパン、佐々木中、切り取れ、あの祈る手を、千葉雅也、動きすぎてはいけない。 高橋源一郎、シールズ、民主主義って何だ ?2014 年、若手社員4人が、イヤンなどの書籍や雑誌が売れているという風潮に、対し、問題提起するため、オグマエらの協力も得て、今、この国を考える、イヤでもなく、法でもなくと題した選書フェアを企画した。 川で処う新車会社案内、ステンホーム需要で、累計発行部数777万部突破大人向け塗り絵に、パイオニア、川で処う新車に、大人の塗り絵シリーズ、PR タイムズ。 https://prtimes.jp/slashmain/html/rd/p/0000334.000012754.html2021 ht 00年3月2日リスニング、自由、定流売れる、医屋関検注本若手出版人が、この国考えて、 ありがとうございます。